人を動かしたいのなら、その中に入って同じように感じて同じように考えないといけないんだよね、と語る服部さんのお電話から始まる回がこちら。こんにちは。今日も男性目線で彼の気持ちを紐解くスタンドマイヒーローズのゲーム実況をやっていきます。今回お送りするのはメインストーリーのシーズン0積載編です。御曹司4人が情報屋レベルを結成する2009年、彼らが大学生だった頃の物語。マキ君に神楽さん以外の友達ができるのかという話が軸になっておりまして、4人の仲を深める温泉旅行先、1日目の夜を迎えた場面から続きをご覧ください。どうぞ。おい、何の用だ。ご挨拶だね、と間延びした声が小さく漏れ聞こえる。まあこれ服部さんかなって思う理由は、檜山本編をやってるからわかるんですが。男か、檜山家ってあんまり分家や血縁の話聞かないけど。ああ、でも確か先代は二人兄弟の弟だったっけ。そっちの方の人かな。まあ遠縁とまでは分かってますけれども、具体的には分かんなかったね。まあこの辺がヒントになるかも。来ているならもう聞いたと思うが、俺は今夜屋敷を離れている。まあやっぱり屋敷にいるから服部さんでしょうね。悪いが、話なら明日の夕方以降に改め。お、何の話だ。あ、その瞬間、息を飲んだ檜山くんの顔から表情が消えた。ポーカーフェイスなのに珍しい。檜山くん、何があったんでしょう。どういうことだ。取り乱す感じ珍しいね。へえ。基本的な作りは向こうと同じか。こっちはね、マキ&カグラの部屋に羽鳥さんがお邪魔する形。雨の音。本当に今回は天気だけが残念だったね。せっかくの部屋付き露店が。あのさ、そっちの部屋のは屋根あったから雨でも入れるだろ。いや、景色の話だよ。マキはそういうの興味ないタイプ。それより、そんなことより、なんだ。ん？何が？はぁ、檜山先輩はともかく、秋のいないところで何か俺に話したいことがあって来たんじゃないのか。ちゃんと裏も見てる。鴨さんのこととか。さすが雑誌いいね。その通り、彼の件で最終報告だよ。一足先にそっち周りのことが綺麗に片付いた。言いながら羽鳥は窓際の椅子を軽く引いた。ねえ、長くはならないけど立ち話もなんだから座っていい？もう座る気満々だけどね。ああ、好きにしていい。じゃあ遠慮なく。なんとなくその向かいに座るのはやめて、少し離れた座椅子に腰を下ろす。まあ心理学的にはね、対面だと敵対関係になっちゃうからこのぐらいの方がいいかもしれないね。で、鴨さんの転職をサポートするために、そういう仕事をしてる知り合いを紹介することにしたってところまでは聞いたけど。うん、そうそう。だから今日はもうほぼ結果の話だけなんだけど、いいところが見つかって早々に話がまとまったらしいよ。来月中には入社だって。それってどこ？聞いても知らないと思うよ。業界も違うしな。あ、鴨さんはそこでいいって言ったのか？もちろん。確かに最初に本人が挙げていた希望からは結構外れているけど、でも複数の候補の中から説明をよく聞いた上で、ぜひここでって彼が選んだんだから。ならいいんだけど。相手の肩を持ちますね、鴨さん。悪役なのに。今のところと比べて条約との時間外の付き合いが多い会社だから、同分は牧に構う暇なんかなくなると思うよ。まあもしあったとしても、あの人ができるのは情に訴えることだけだから。無視して突っぱねればそれで終わる話だし。まあそれが牧君としては苦手なんでしょうけどね。俺なら最初からそうしたから、
あの人はマキが優しくて得したね。思ってないだろ、それは。少しの心もこもっていないような言葉で俺を刺した後、見抜いてますね。羽鳥は話を区切るように軽く息をついた。さて、とにかくこれで万事解決と思ってるんだけど、何か質問ある？なあ。あとは何したんだ？報復がありそうって思ってるんだね。ん？何って？まあこのカモっていう男はインターンで潜入した会社の人で、マキ君の過去の弱みにつけ込んできた人物だよね。ここを引き剥がすために羽鳥さんが何をしたのかって話だね。はぁ、羽鳥は彼が引き抜きの首謀者であろうとなかろうと、ただいい思いをさせて終わりにする気はなさそうだって檜山先輩が言ってたから、まあ元々の目的としてはインターン先のスパイ行為といいますか、引き抜き行為を行っていたカモを摘発することでした。なに、二人でそんな話していたの？俺は随分悪人だと思われてるんだ。別に悪人だとは思ってない。何もしてないとも思ってないけど。俺は何もしてないよ。本当に？あの会社持って2年だろうなとは思ってるけど。怖っ。持って2年、まあ、この辺がね、 IT 企業の社長さんだなっていう目線ですよね。経営者ならではと言いますか。こともなげに言って羽鳥は笑った。それって倒産が見えてる企業を黙って紹介したってことか？ううん、俺がそう感じてるってだけで水を差すようなこと言う必要ないでしょ。でもそう感じた根拠はあるんだろ？まあなくはないけど。でも表に出ている数字や評判は全然悪くないし、潰れるって決まってるわけじゃない。そもそも複数の選択肢の中から絶対そこがいいって本人が選んだんだから、まあそう仕向けた感はあるでしょうけどね。いいんじゃない、たとえ数年後にどうなろうが本望なんじゃない。どう考えても今いる会社の方が今後伸びそうだから、まあこれは IT 企業、情報を握る人だからこそ見える目線なのかもしんないね。表向きの数字とは別の。辞めるのはもったいないと思うけど。え？それも言ってないのか？ほら、個人の見解だからね。いくつかパターンは想定していたつもりだったけど、想像以上だった。敵に回したくない。マキ、何か問題？あのさ、それだと2年後に責任を取ってくれってまた羽鳥が頼られる気がするけど。いや大丈夫だよ。まあ、逆恨みありえるだろうね。直接仲介したわけでも特にそこを進めたわけでもない。もちろん絶対潰れない会社なんてことも言ってない。俺は彼の転職に一切関与していないから。ってことはつけ込まれるような隙は作ってないってことか。うん、そういうこと。ちなみにそこでマキがつけ込まれると同じことの繰り返しになるから、それが困るなら2年のうちに心を鬼にする準備しておきなよ。わかった。すごいね、自分の手を汚さず相手をね、貶めるというか。ねえ、もう一回聞くけど、何か問題は？同じ質問をしてきた羽鳥に大きく息を吐いて首を横に振る。そうだな、鴨さんから俺への一連の接触や要求を問題にしない。秋や檜山先輩、羽鳥も含めて今後は関わりを持たない。できる限り鴨さん本人の希望に沿う。この辺が優しさだよね。俺が頼んだ条件は全部クリアしてる。まあ鴨さんのね、弟に関しては悪い思いさせちゃったなっていうのがあるから、その情なんでしょうね、最後の条件は。ああ、だよね、よかった。まあ個人的に思うところはあるけど、それこそ羽鳥には関係ないから、まあその辺でしょうね、弟さんの件。あは、じゃあこれで完了ってことでいい？ああ、ないとは思うけど、また連絡来たりしたら都度相談に乗るよ。もちろん。その分
また別途で見返りはもらうけど。いや、高くつきそうだし遠慮しとく。へえ、そう、ありがとう。本当に助かった。どういたしまして。俺にはこんなにうまく解決できなかったと思う。まあ本当はね、一人で抱えてどうにかしようとしていたんだもんね。まあね。だろうね。最後までごく軽い羽鳥の返事をうなずきで受け取りながら、今回頼れた相手が羽鳥でよかったと内心思う。ねえ、マキは向けられるのが善意や好意ならちょっとどうかと思うくらいスルーできるのに、悪意だとバカ正直に正面から受けるから。え？その上、何か起きた時はまず自分に非があるって考える。だからそこにつけ込んで、そうだお前が悪いって殴ってくる相手に弱いんだよね。鴨さんに話しつけに行ったマキが帰り討ちに会ったあの日に、相性が悪そうだって言ったのはそういうこと。よく見えてますね。だから俺もマキにはうまく解決できなかったと思うよ。口に出されなかったハトリの言葉がそこではっきり聞こえた。つまりその手の攻撃を受けたらむしろ火がついて、元気に殴り返せるカグラとは真逆。まあな。元気かどうかは置いといて、まあ黙ってはいないだろうな。だから俺に頼むと高くつきそうで気が進まないなら、次はカグラに殴り返してもらえばいいんじゃない。ああ。ハトリが何を言おうとしているのかようやく理解する。あのさ、秘密で終わった今回の件だってもし知ったとしたら、殴りに行きたかったと思うよ、カグラは。二人の関係性を思ってのことなんですかね。そうだと思う。わかってる。答えた後、ハトリが何を言うかも、それに自分は答えられないことも簡単に想像がついて、何も言えなくなった。まあ二十歳そこそこでね、自分の弱みを認めるって難しいもんね。十分すぎるくらい俺の返事を待つ間を取った後、ハトリは静かに息を吐いて再び話し始めた。俺は、カグラはマキを守るって言いながら、実際は自分だけがマキの特別な存在でいられるようにって思いで、周りを遠ざけていると思ってたんだよね。まあ確かにわがままキャラではあるけど思いやりもあるもんね。自分にも他人にも厳しいから人当たりがきついところはあるにしても、誰かで構わず喧嘩を売って歩くタイプじゃない。まあ無駄な争いはしないよね。でも、なのに少しでもマキが絡むと露骨に周りに攻撃的で過保護な幼馴染になる。それはカグラの独占欲だと思ってたんだよ。おお、なるほど、そういう目線か。でも違った。独占欲なんかじゃない。まあマキ君を思ってのことでしたもんね。まあマキが気づいてるかわかんないけど。いや、わかってる。わかってる。アキが人に対してああいう態度取るようになったの。それは俺が周りとうまく付き合えなくなってからだから。自分の弱みを認めました。まあ全部が全部そうだとは思ってないけど、怒ったり文句言ったり、本当は俺が口に出して人とぶつからなきゃいけない時に、アキが変わってくれてるってそう思うことがたくさんある。俺のことをよく人のことばっかりだって言うけど、でもアキの方がよっぽど人のことばっかりで優しくて強い。だから多分代わりに殴ってくれって言えば殴ってくれるだろうし、頼ったら嫌な顔一つしないで支えて一緒に背負ってくれると思うけど、俺はアキの荷物じゃなくて友達でいたいから。貸し借りとかじゃなくてね。うん、だろうね。とさっきとは違う音で
静かに言った後。やがて、ハドリは、わざとらしいため息を一つこぼした。ああ。わかり合ってるんだか、ちぐはぐなんだか。ほんと、マキたちって、複雑で、めんどくさくって、面白いね。面白い、か？ま、面白がってるだけかもしんないけど。まあ。とにかく、マキが自分の面倒ごとに関して、カグラだけは絶対頼りたくないって思ってるのは分かった。だって、たとえ本人がそれを望んでいるとしても、どうしてもダメなんでしょ？まあ、そういう利害関係のない楽しいだけの関係性になりたいってことだよね。別に。頼りたくないってわけじゃ。いいんじゃない？それならそれで。え？そうだな。いつか、マキがどう考えようが、自分は頼られたいんだって。痺れ切らしたカグラが、掴みかかってきたら。その時に、どっちのわがままを通すか、殴り合って決めれば。なるほど、マキ君も実は、わがままキャラなんだよっていうところをついてきてるね。まあ。どっちにしても、頼ること自体には、慣れた方が楽だと思うけどね。マキも、周りも、まあ、人生、持ちつ持たれつですからね。頼ることに、慣れる。まあ、人は一人では生きていけないってやつね。ほら。さっきも少し話したけど、人付き合いは相性だから。誰かにとっては、とんでもなく厄介な相手でも、他の誰かにとっては、拍子抜けするくらい、取るに足らない相手だったりする。だから、うまく貸したり、借りたりすれば、いくらでも受け流せるんだよ。まあ、こういう貸し借りがある関係も友達としてそれでいいんじゃないってことだよね。今回がいい例。協力し合える中でいればそれでいいんじゃないってことですよね。どう？そう考えると一人であがくのってバカバカしいと思わない？いつもと同じ軽い口調。余裕しかないような笑み。らしさたっぷりだね。あくまでも取るに足らない何でもない話のようにハトリは喋った。ああ。ちなみに俺はマキのことみんなが言うほどいい人じゃないと思ってるんだよね。結構自分本位だしずるいところあるし。いい人じゃないって言うのは否定しないけど、ずるいってハトリが言うのか言い返してます。でもそれがいいんだよ。お？いい人じゃないマキとの方が俺は気が合いそうだから。たく。なんだそれ。ほら、いちいちこんなに善良な人間をいいように使って悪いなとか思わずに、気兼ねなく貸し借りができるでしょ。お互いそうじゃない者同士ならずるい者同士ってことか。あ、ちなみに今のカグラには秘密ね。え？今のって？ん？マキに面と向かってこんな悪口言ったって知れたら、比喩じゃなくって本当に口縫われかねない。その辺の線引きはわかるんだね。お、マキ君が笑った。心を開いた証拠。え？たく。言いたい放題だな、ほんと。ん？何？いや、マキって笑うんだと思って。まあ、カグラさんもね、こうやってマキ君は笑う人なんだよっていうのをみんなにも知ってもらいたいっていう思いはあったからね。あ、ねえ、それにしても言いたい放題言われているのに怒らないんだ。いい人じゃないけど心が広いね、マキは。言い方。おい、さすがに余計だろそれ。あれ、怒った？悪びれずに同じ質問を繰り返すハトリに、はあ、言おうとした言葉はため息になって、張り詰めていた何かと一緒に抜けていった。だからゆっくりまた首を横に振った。言われる方が楽。真面目じゃなくてもいい関係性が生まれた瞬間です。そう？よかった。ま、そういうことで俺はマキと仲良くしたいと思ってるから、気が向いたら俺とも段階踏んでよ。いや、もう勝手に踏んでるだろ。なんなら檜山先輩より遠慮なく
まあこうやってずかずかいけるところが羽鳥さんの良さでもあります。じゃあ今後も遠慮なくってことで、ほどほどによろしく。軽いな。もちろん。重い友達は神楽で足りてるでしょ。なあ、それ秋には言うなよ。まあ特殊な表現ですもんね。あれ、重いのが悪いなんて言ってないのに悪意は感じるけどね。はあ、そう聞こえるようには言ってるだろ。まあ親友って素直に言いなさいよってことだよね。本当に羽鳥の言葉は軽い。つい釣られてしまうくらいに。だからわざとっていうのもあるんだろうな。ねえ、檜山も引き続きグイグイ来ると思うから、嫌じゃなければマキも歩み寄ってみたら。うん、歩み寄るって言われても。マキ、ちょっとしたことでいいんだよ。例えば堅くなに変えない先輩呼びと敬語やめるとか。でも全然ちょっとしたことじゃないだろ。俺だけの問題じゃないし、まあ、先輩だからね。いや、マキだけの問題だよ。檜山は好きにしていいって言ってるんだから。むしろ今は待ってると思うけど。え、待ってる？だって呼び方と話し方で線引いてるマキがそれを変えるって。それってこれ以上ないくらい分かりやすい変化で証明でしょ。あなたのことを友人だと思えるようになりましたって。檜山が目指しているのはまさにそれなんだから。結果が欲しいタイプだからね。で？というか俺の時は抵抗なく切り替えたのに、なんで檜山はダメなの？確かに羽鳥さんも先輩。あ、いや、檜山先輩がダメとかじゃなくて、羽鳥がなんていうか例外だっただけだから。へえ。例外って？別に。いいだろ別に。あは、なに？気になるんだけど。もしかして威厳を感じないとかそういうこと？あ、違う。ムキになって隠す方が変か？それは名字で呼ばれるの結構本気で抵抗あるように感じたから、羽鳥さんを思ってのことだったんだね。まあ実際ね、イベント総理でちらっと描かれておりましたが、親との確執ありそうなんだよね。やっぱり多分羽鳥にとって踏み込まれたくない領域、そこに俺が触った瞬間、羽鳥は完全に素になって、だけど次の瞬間にはもう立て直していた。まあそのイベントストーリーを描いていたのもこのメインストーリーを書いたライターさんと同じ作家さんだからね、関係はしてるんだろうと思うけど。ん？そんなこと考えていたんだ。俺なんかそんな風なこと言ったっけ？いや、勝手になんとなくそう思っただけだから。ああ、なんだ、具体的な理由があったなら有効な戦法として檜山に教えようと思ったのに。うん、檜山さんを思ってね。まあ俺はラッキーだったってことかな。そうだな、うまくかわしたね。流れるように話をまとめて終わらせた羽鳥はその流れのまま立ち上がった。何の違和感もない完璧な線引きだと思った。実はこうやって線を引くところっていうのもマキ君と似ているところなのかもしれないね。だから似た者同士で仲良くなってるのかもしれない。さてと、そろそろ戻らないと過保護な神楽が様子見に来ちゃいそうだし、さっさと電話済ませていくよ。マキはごゆっくり。この電話は嘘じゃなかったんだね。まあ嘘はつかずにっていうのが羽鳥さんのスタイルか。うん、またね。また明日ね。この話はもうしない、そう思いながら脱衣所に向かいかけたその時だった。あ、誰かこっちに。ああ言ってるそばから本当に来た保護者。今戻るとこで。あのさ、二人とも来て。え、アキ何かあったのか？今檜山くんに電話があって、ここで話がつながる。藤林さんが倒れたって。おお、道理で
あの檜山さんも動揺するわけかと気になるところではありますが、今回はここまでにしておきましょう。藤林さんね、檜山本編をプレイしたり実況をご覧くださっていた人はわかると思うけど、檜山さんがトラウマにしてきた幼少期も唯一味方でいてくれた執事さんなんだよね。あとはその時服部さんも味方だったわけですが、それにしてもこの藤林さんね、個人的にも最推しと言っても過言ではないからね。いやでもほんとめっちゃ心配だけど、無事を祈りつつ引き続き男性目線で彼の気持ちを紐解く乙女ゲーム実況をやらせていただきます。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。いつもご覧くださっている方もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。